so はい、えー、こんにちは。12月の26日水曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻、今4時1分10秒になった時間帯とういうところでございます。えー、さて、本日の東京市場でございますが、継続してハッピーホリデイズ。もうもっと厳密に言うと、まあ、クリスマス休暇とういうところの、まあ、えー、間に海外市場のお休みの中に挟まれてという展開でございます。え、朝、オセアニア市場もお休み。そして、まあ、シンガポールもまあ、かなりお休みに近いのかもしれません。香港と東京市場。そして、 そして今このからの時間帯においてはロンドン市場が休場でその後米国。た、え、だ、ー、し北米市場といってもカナダがお休みというところでかなり通常の市場参加者と比べるとやはり大幅に、えー、参加者は少ないというところで流動性の低下。値が飛びやすい状況は変わってないですよというところはちょっと冒頭に申し上げさせていただきたいと思います。さてで本日の東京市場でございますが日経平均株価。えー、ちょっとプラス材料がいくつかあって でございますけれどもというところだと思いますが、昨日の、えー、まあ夜というか夕方ですね、18時16時から始まって18時ぐらいに終わったんでしょうかね。えー、日銀と金融庁と財務省三者会合ございました。朝川財務大、えー、財務官からは、えー、まあ,あ、まあ、毅然とした姿勢だったんでしょう。まあ逆に言うと、えー、これちょっとリキアのエフェクト上ブログで書かせていただいたんですが、逆に言うとこれを裏返しにすると気にしている水準なんですねというところだと思いますが、1万9、えー、日経平均1万9 九千円水準、一ドル百十円水準、えー、こうしたところの。 下押しが強まってきた水準になった時にえ、通常ですと急激な変動に対してというところだと思いますが、素直に、竹部は非常に素直でございますので、水準感を意識して、えー、まあ、牽制コメントをなされたのかなというふうにして感じました。で、それと、まあ、そうしたところでの一旦の、まあ、要は政権野党も含めて当局五年は嫌がってるんだろうなというような水準感が意識しての買い戻し。それと、えー、ずっと、ちょっと出てたんですけどもね、FRB 議長、パウエル FRB 議長に対して、 トランプ大統領はずっとけん制発言というか批判発言をしていらっしゃいます、今もしていらっしゃるわけでございますけれども、えー、一部の報道が11月下旬ぐらいからちょっとくすぶっていた中では、ムニューチン財務長官に対して、えー、パウエル FRB 議長を推薦したのはあなたでしょうというような形で、えー、かなり厳しいですね <laughs>、えーまあ、ちょっとどういう言い方になるんでしょうかね。 ま、あ、飛び火したという言い方になるんでしょうかね。えー、そうした動きがあったというところだったんですが、昨日の会、えー、記者会見、ちょっとぶら下がりだったかと思いますが、トランプ大統領、えー、ムニューチン財務省官を称賛するようなという発言になって、さあ、これによってですね、マティス国防長官のように急に政権を去っていくような動きにはならないだろうとおいうような形での海外報道、えー、ちょっとお休みではございましたが、そうしたところはプラスに働いたのかなというふうにして思うんですが、じゃあ、じり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 と下がってるじゃないかというところだと思います。これはちょっとかなりですね、えー 市場参加者少ない中で私は個人的には投機的な仕掛けだというふうふに思うんですが、えー、黒田日銀総裁経団連においてです今の現状においては、えーまあ、継続してボラティリティが不透明感が強いよというところそして、えー、日銀の現行の金融政策過去でも今でも今後も継続させるんだということそれは間違いないんだとは思うんですが要は無策で何もしないのか放置なのかというのはちょっと揚げ足取り的な形で先物などでのちょっと先行売りそうした動きが強まってと、えー、日経 平均株価でございますが安値。 えー、18,948円とこういうところで19,900円割れてしまった経緯ございます。ただし、その後、何とか買い戻しが強まって 19,、19,155円水準超えてというところで、な、まあ、何とか頑張って、えー、まあ、引けたというところです。えー、まあ、そうした状況、これはちょっと後ほど売買しないようなところで申し上げさせていただこうかと思いますが、えー、かなり市場参加者が少ない中で、そうしたところではドル円レートも同様でございます。朝方ぐっと上昇したという経緯はあったんですが、で何も変わってないじゃないか。 というところかと思います。えー、かなり110円の20銭水準から66銭水準までぐーっとじり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 と午前中は上昇していったんですが、最終的には現時刻も110円の41銭水準、えー、東京金融取引所クリック株365も今は19,500円水準と、今日はだいたい日経駅、えーキのところとはプレミアムというんでしょうかね、えー、だいたい70円、80円幅ぐらいでしょうか、えー、そうした水準感の中でのお展開になっているというところでございます。さてで今日はですね、またちょっと 気になったのが日経225のオプションでございます。こちらちょっとご覧になっていただけますでしょうか。 え、コールの出来高とと、プットの出来高でございますけれども、まあ、権利行使の低いコールを買って、高いコールを多く売るということで、ちょっと強気だけれども、急激な上昇性はあまりに低いんじゃないのというのは見ているとするならば、こちらの出来高は、レシオコールスプレッドというような形になりますでしょうか。えー、こちらのは3000枚以上ちょっとマークさせていただきましたが、2万円から2万1000のところは3000枚の差、そこからその上、まあ、当然なのかもしれませんが、2万1000円、2万1500円、それぞれ 今、4000枚を超えているよとういうところがちょっとコールの出来高で目立ったところでございます。で、一方で、こちらの方もレシオプットスプレッドというのうな戦術なのかなと勝手に解釈するわけにはいかないんですが出来高のところでちょっとぐっとこちらの方も3000枚、今日のところで、えー、マークさせていただきましたのは1万7000円のプットが5000枚になっているとこちらの方は権利行使価格の高いプットがあって低いプットをいっぱい売ることによって弱気だけども そんなに下落する可能性は低いんじゃないのというような見立ての中での戦略だとは思うんですが。 えー、よくよく権利行使価格帯を再チェックしていただければというふうにしておりますので、大体1万枚ぐらいがぐっと寄せてられますのが、1万7千円。日経平均1万7千円ぐらいの水準のところが、下値においては出来高の主戦場になっているということです。ちょっと私はいたずらに、えー、下方リスクを申し上げるつもりはないんですが、ヘッジの動きとしては年末というところでは、かなりそうした動きになってますよと、とういうところですね。この辺の動きは十分ですね。ちょっとご留意いただければとこういうふうにしております。さて、で、今日は、今夜でございます。 けれども、昨日と違いまして一応ニューヨーク市場はありますよとこういうところでございますそこで今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います ドル円からでございます。日経平均のところを横にらみしている、せざるを得ないのかなというふうにしてちょっと感じたんですが、一部でやはり1ドル110円水準のところでは、えー、まあ、オプションの設定観測がどうしても小さいのはあるでしょうというところでは聞こえてまいりましたが、今日はこちらのは素直に売り買い待機とさせていただきました。110円の10銭から110円の70銭という予想レンジの中で、A 案は、え、丸の2丸110円の20銭で買って110円の60銭で売る40銭幅狙い、アゲンスト109円の80銭、 というところです。東の雲の上限だとか、8月の21日の安値が支援してくれてるだというふうにして思いますが、110円台がちょっと割れてくると一旦万歳というところで、こちらの場合は40銭幅狙いの40銭幅リスクというふうにして勘案しています。一方で上値においてなんですが、2 0日銭を超えていったら万歳というふうにして見てるんですが、110円の70銭金棒を高値と見ましてで、これは110円の95銭ぐらいからぐっと下がってます。 E 縦にグッと下がってますが、ここのところの下落体を押し戻していくことができるのかどうかがテクニカル的な焦点という,ふうにして睨んでおりますが、110円の60銭で売って、110円の30銭で買い戻し、30銭幅狙い。で、アゲンストは110円の90銭ということで、こちらの方が30銭1。200日移動平均線によ、ちょっと寄せられるような動きになってきたら、ちょっと万歳だというところで、まあもう一回111円というふうにして期待したいところなんですが、先ほど申し上げたように、北米、まあ、ニューヨークはあります。そしたところで経済指標あるんですが、ちょっと、 この中で盛り上がっていくような大義名分がトランプ大統領のツイッター法を期待するのは私はあまりよろしくないと思いますがそれぐらいしかちょっと材料というものがちょっと明確に浮かんでまいりません。えー、ユーロドルなど、ポンド、こうしたところも欧州の主要通貨ほとんどお休みというところでございます。えー、米国におきます上院での最終審議27日でこの辺に関する観測報道、えー、がちょっと出てくるのかなという人思うんですが冒頭にちょっと申し上げさせていただきました。えー、三者会合があったりだとか ないしは、あーまあ、無入ン財務長官を絶賛したというような話で出ておりましたが、ただし、米国の一部のお閉鎖、えー、閉鎖というのはこれまだまだ継続しておりまして、見えるような形になっておりません。これも昨日でございますけども、リキアのエフェクト上、ちょっとブログのところで書かせていただきました。省庁9ぐらいのところでまだまだ、あ 閉鎖していると。えー、で、これはちょっと余談になってくるかもしれませんが、来年の、早々に、米国の雇用統計など、各経済省庁から、経済指示を発表されますが、おそらくこれは、後ずれするんではないかなというふうにして見ております。まあ、もちろん、えー、そうしたこともないとは思いますが、今の、今までの過去パターンからすると、えー、米国の連邦政府の機関などが閉鎖した場合は、大体、大概、後ずれしておりますので、まあ、そうしたところでは、一応、ご予定ある方、えー 夜でございますけれども、一応ご念頭に置いといていただければというふうにして思います。 日経平均株価でございますけれども、本日の東京市場日経平均株価、先ほど申し上げましたとおり、なんとか1万9000を、えー、もう一回維持させて327円でぐぐぐぐっと押し返して戻ってきたというところでございました。ショートの向きはかなり買い戻しを強めたのかなというところで、値上がり銘柄さ1800を超えて、業種別でも30業種をね、えー、超えてると、お、いうところでございます。えー、そうしたところではい、えー、まあまあ、プラスになったのかなというふうにして思うんですが、基本的に取り巻くファンダメンタルズ、えー、市場 環境はは何一つ変わってないいぞととうことはですね、ちょっとお忘れなきようにと。逆にちょっとネガティブなことを申し上げますと、株主優待などの権利落ち、処分売りなどが今日結構あったのかなというところだとは思いますが、個人投資家の皆さん方も含めて、押し目でもう一回、一万九千日経金横にらみして、この辺が寝頃感でというところで、急ピッチな下げの変動に対して、 まあ、これ、ガチンコでぶつかってたと、おいうところでしょうか。まあ、それほど出来高は、膨らんではいないんですが、え、もう一回ですね、え、一万九千割れのところから、全般的な市場センチメントとしては、え、加熱、ショート、売り、過ぎその辺のところがキーワードとなって、え、まあ、エントリーしていたしたんじゃないかな、というふうにして見ております。で、前置き長かったですが、東京金融取引所クリック株3 6 5は、現時刻、現時点が一万九千五百円水準というところです。で、スタンスとしては、今回は買い、え、まあ、買い待機。 えっとさせていただきました。ちょっと買いという風うにして言い切ると、米国のグローベックスも含めてなんですが、ニューヨーク、どういった動きがするのか、こちらの方も全然変わってないので、ちょっと非常に怖いなと。で、クリスマスの翌日ということで、先ほども申し上げましたが、ボクシングデーということで、欧州市場お休みでございます。ダックスも FTSC もないよと。で、ニューヨーク市場空いてますけども、カナダ市場がないと。で、指標予定も一応ありますけども、換算になる可能性があるなと。で、先物の、米、米先などでは、これちょっと激しい振幅見せております ましてええー、やはり連邦政府の一時閉鎖、解除見込みが立ってないので、えー、基本的なファンタメンタルズの、まあ、故となるものは何一つ変わってないというところの中で、どの程度まで上値をするのかというよりも、下がってきたところで買いたいなと、これもちょっと前置き長かったですが、えー、そうしたところで19,200円で新規解体三350円、19,350円で売り戻し、えー、損切りが19000、飛んで50円と19000、ちょっともう一回割れてくるたら怖いなというところです。 で、意識しておりますのは一応、えー、かなりですね、まあ長期的なところではございますけれども、2016年の前半のところで一応機能したのが試されているんですが、えー、月足のブリンジャーバンド、月足でございます、えー、マイナス2シグマ、えーまあ、この辺のところ18,800円どころというのはなんとか機能しておりますので、この水準でもう一回切き直しすることができるのかどうか、えー、この辺がまあ大きなポイントとこういうふうにして睨んでおります。 今日はですね、12月26日、FX をお取引の方、ぜひちょっとチェックしていただければと思います。まあ、こちらのところでも、特段にタケビは煽るつもりでも何でもないんですが、今日はやはりですね、年末年始のお休みの都合で、FX 取引におきましては、スワップが7倍で、要は7日分付与されますので、ドル円、そしてクロス円、当然ですね、インカムゲインでの、 年妙に狙っていらっしゃる方もいるんじゃないかなというふうにして思います。で、こうしたところでは当然、ドル円だとか、各通貨の振幅幅にちょっと振らされてくる可能性あろうかとは思います。そうしたところではエントリー水準とエグジット水準、そして当然ですが、利益確定の水準、この辺もご念頭においていただいて、ぜひですね、FX7 日分、その辺のところの作戦もですね、ぜひこの機会において考えていただければというふうにして思います。以上、12月の26日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました。